のが遅いよ先輩。ああもうハッキングで調べたに決まってるでしょ。っていうかそんなことはどうでもいいんだって。それがいないんだ。今朝から連絡がつかないんだ。葵姉さんと僕だってわけわかんないんだよ。ただ昨日のあんたらの話がちょっと気になってさ、サーバーの記録を調べてみたら昨日の18時過ぎ頃にダウンロードされてたんだ。姉さんのサイフォンに神様の言う通りが。巻き込まれたって。説明してくれよ。一体何が起きてんのさ。全然繋がらない。いつもはこっちからかけたら絶対3コール以内に出るくせに。篠宮くん、状況は大体分かったわ。どうやら伊吹くんの時と同じ。神様アプリに予言があった可能性は高そうね。それによって彼女の身に何かが起きた。その可能性を考えるべきでしょう。 ありえないってそんなの。とにかく葵さんを探し出すのが先決でしょう。ああ、にしても手がかりが欲しいところだ。お前、姉貴が勤めている美術館には連絡したんだよな。そんなの当然でしょ。そしたら無断欠勤とかで、姉さんすごく真面目だからどうしたのかって心配されて、一応体調不良ってことでごまかしては多いだけど。そうか。昨日別れ際に葵さんは市内で美術館の仕事が残っていると言っていたけど、篠宮くん、何か心当たりはない？そうだ、最近仕事について何か話してたような気が。確か市内のどこかでイベントをやってて、そっちの準備があるとかなんとか。ああでも、場所はどこだっけ。なんで聞いてないんだよ僕。落ち着いて。思い当たる場所はないか。そういうのが催されそうな場所。いや、あそこに。レンガ庫、あの通りにある貸しスペースで準備がされていたはずよ。そうだ、確か姉さんもそんなこと言ってたような。よし、そうと分かりゃとっとと行ってみるか。ええ、何かが起きている可能性は高いかもしれない。じゃあ篠宮君はマンションで待ってて。冗談でしょ。僕も行くに決まってるじゃん。はっきり言ってまだ事態は全然飲み込めてないけど、このままあんたらだけに任せておけるわけないだろ。だろうな。構わねえか柊。いいわ、いざの時は下がっていてもらうけれど、とにかく準備を整えつつレンガ小道に向かいましょう。それじゃあ始めましょう。はい、完成よ。それじゃあ始めましょう。
成よ。
あら、宝箱ね。いいものを手に入れたな。
くな。まあ、なんとか間に合ってよかったぜ。あんたら、なあ、もう何がなんだか後でちゃんと説明しろよな。ほら姉さん、いつまでもぼーっとしてないで。姉さん、おい、なんとか言えっての。一体どうしたってのさ。返事くらいしろよ姉さん。おい、どうなってんだ。やはりそうなのね。まだ終わっていない。元凶は別にいるわ。え、どういうことだ。おそらく
さっきの異界化は副次的に発生したものなんでしょう。あのグリードを倒した直後、一瞬だけ現れた別の異界、あの奥に住まう何かが葵さんの精神だけを奪っていってしまった。それこそが今回の異変の元凶となったエルダーグリードなんだと思う。そんな今の彼女は抜け殻同然よ。そして精神とはあまりにも脆いもの。このまま失われることになったら、おそらく二度と元通りにはさすがに頭が追いつかないって。それがそんなことが神様アプリのせいだって。僕が作ったアプリが姉さんをこんなことにしたって。そんなこと本気で言ってんのかよ。アプリのせいじゃないわ。あくまで元凶は異界の化け物。そのきっかけになったのは残念ながら確かみたいだけど。そうと決まりゃやることは一つだろ。一刻も早く元凶ってのを突き止めてぶっ飛ばすしかねえ。ええ、だけどエルダーグリードの行方は完全に途絶えてしまったわ。姿が確認できていれば追う方法もあったのだけど。それじゃあどうすれば。僕だ、なんとかする。お前なんとかってどうするの。真にはともかくよくわからない異次元の化け物ってのが神様アプリに絡んで悪さをしたんだろう。だったらアプリの本体を調べれば行き先だろうが何だろうが分かるはずさ。あんたら凡人には任せておけない。姉さんは僕の手で助け出してみせる。